はい、どうもバモログフィールドチャンネルのバモでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。ということで今日はですね、デリカディーゼル、走行距離をたくさん走っているデリカディーゼル、の、メンテ、どういう風にやってきたかという私の実体験をお話ししたいと思います。ちなみに今日今3回目の、車検が終わりまして、ついこの間ね、エンジン周りのところからウィーンっていうモーターの音みたいのが出ちゃってですね、オルタネーター周りとかあの辺ですね、全部交換したんですね。原因は、またそっちの動画見ていただければいいんですけれども、原因は、オルタネーターではなくてプーリーです。プーリー1個ダメになってたのと、あのプーリーっていうのはベルトのテンションを張るためについてるあの滑車みたいなやつですね、それが一つダメになってるのがあったのと、あとエアコンのコンプレッサー、そこからも音がしていました、その2つがダメだったんですけど、オルタネーターも交換して、エアコンのコンプレッサーも交換したと。で、燃料ポンプはリコールの方で一緒に交換してたんで、新しくなっているということで、そこの周り一帯も全部新しい、ベルトも新しいというような状態になってます。で、そんなメンテをした上でここで、車検が3回目、178,303キロ、今ね、今の時点で303キロになりましたけれども、の車でどういう風に普段乗ってきて、でどういう風にメンテしてきて、で今回の車検でもどういう風なことをしたのかっていうね、あのちょっと総まとめみたいなことをお話ししたいかなと思います。でちなみに私はキャンピングトレーラー引っ張ってるんですね。バモログフィールドチャンネル、あの来てくださった方みんなご存知だと思います。キャンピングトレーラー引っ張って旅に出て、それがまあ月に1回ぐらいの頻度で旅に出てますので、そんな負担もかかっているデリカということでですね、高負担、負担が高いデリカディーゼルのメンテ、こういう風にすればここまでは乗れるってことはね、私の実体験を参考にしてもらえば、みんなねいけると思うんですよ。まあそのね、品質のばらつきあるかな、わかんないな、三菱だとあるかわかんないけど、あのそういう感じで参考にねしていただければいいと思う。あのですね、でちなみに今回の車検ではオイル関係全部交換しただけですね。ブレーキフルートも交換で、デフオイルリア、あとフロントはミッションオイルと一緒だということで、この車は 6AT なんでね、ミッションオイル交換すると、フロントのギアも、デフみたいなところのギアも交換されちゃうと、でそれをやったと。あとブレーキパッドとかは、この車ねリアの方が減るんですよ。リアの方が減るんですけど、まあ交換しなくて大丈夫ということで、4ミリあれば大丈夫なんですけど、全部4ミリ以上残っていた。でタイヤは意外にね減らないんですよ。ブリヂストンのなんていうタイヤだっけな、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。ちょっといいやつ履いてるんです、SUV 用のね。でそれを履いてて、タイヤはね、そうね、まだもう買って1回交換して2回目か、だから元々のタイヤがあって、冬はスタッドレスを履いてて、でスタッドレスは12月から4月いっぱいぐらいまで履いてますんで、そんな感じで、だから7ヶ月、7ヶ月を7回来たってことですよね、履いた感じで、2セット目ですタイヤはね、まだちょっと持ちそうという感じです。でオイル交換の頻度、これねオイル交換の頻度なんですけど、あまりにも距離乗るんで私、よく巷で言われてる4000キロ、5000キロとかって交換するとですね、2ヶ月に1回とか交換するようになっちゃうんですよ。多い時はだってね、3000キロ超えちゃう時があるんで、1ヶ月半に1回交換するのみたいになっちゃうんで、もうね、あの距離でやるのやめてます。この車を買って以来距離でやる距離で交換するのやめていて、3ヶ月から4ヶ月ぐらいの間に、交換するということを心がけて今まで乗ってきました。それで全然大丈夫です。でディーゼルの場合はですね、ガソリン車みたいに交換したからといって、ああ滑らかになったみたいなあんまないんですよ。で元々まあ振動も多いっていうこともあるんですけど、あのそういうことが、あんまりないので、なんか別にねそんな交換、いっぱいしなくてもいいのかなって。トラックなんかどういう風にね交換してるんですかね、すごい気になるんで、トラックドライバーの方とかいたら教えてください。トラックのディーゼルの場合ね、でディーゼルの場合オイルがですね、ちょっと増えてっちゃうことがあって、燃料が混じってですね増えてっちゃう、確かそうだったと思うんですけど、だからそこはちょっとね気をつけた方がいいと思うんですけど、3ヶ月から4ヶ月に1回だと私の走行距離でも大丈夫です、増えてって、
いっぱいになっちゃうこともなく、いい感じに管理できてるかなと思います。で、ワコーズのねディーゼルの、ちょっといいオイル入れてるんですけど、この車で1回オイル代だけで9000いくらかかってます。まあね、販売店によって違うかと思うんですけど、でもねこれね、なかなかね、ディーゼルのオイルってオイル交換がスーパーオートバックスでもねできないことがあってですね、ディーラー行くかそういうのができる整備工場行くかみたいな感じになっちゃって、ちょっとめんどくさいんですね。スーパーオートバックスパンで買ってくださいってことになっちゃって、 余るじゃん絶対。 5.1 リッターとか入るから、余るでしょ、これ余っても困るんだよなとか思いながらねやめてディーラー行ったりするという風にしております。なんかそういった不便なところはある。でこのデリカディーゼルはアドブルーは入っていませんので、昔ながらの触媒、高級な触媒で単液ガスをきれいにするということで、そこは手間がかからない。なのでね、このデリカの方が私はなんかいいかなと。あと AT も 6AT の方が、あの新型のデリカディーゼルよりもいいのでおすすめなんです。はい、ちょっと話がずれた、メンテの話に戻りますか。でそんな感じでブレーキパッド後ろの方が減るんだけど、1回交換しただけかな。で前も1回交換してます。だから17万8305キロ走るのにブレーキパッド1回しか交換してない。だからやっぱね、高速乗って距離走るとか信号のない道長距離走るってことが距離が多い人は多くなってくるんで、意外に悪くならないんですよね。ただやっぱりその回転物だよね。特に、プーリーとかそのベルト周りの回転系は悪くなるんで、もうちょっと早めに交換してもらった方がいいのかなっていう印象があります。今回ちょっとね、だからギリギリだった、プーリーがダメになっちゃったら全部その辺バラバラってなっちゃうわけじゃないですか、ね、あそこ止まったら止まっちゃうんで、いくら整備しててもね。だそこは注意なので、まあ12、3万で交換した方がいいのかもしれないですよね。だから15万で交換で30万キロまで乗るっていうことを考えるのが、なんかデリカっていうかディーゼルは、デリカのディーゼルの場合はいいのかなと思います。15万超えたらちょっといろいろお金かけて、こう回転系、発電系、そういうのを交換しようかなっていうふうに、やるのが、安心かなというふうに思います。だから15万をメイドに、中古を買えばいいと思いますね。で、まあ、豆な人はですね、10万キロぐらいで交換してるんで、その中古もオルタネーター交換してますとか、燃料ポンプ交換してますとか、まあ、燃料ポンプはね、そうだ、デリカの場合はみんな交換してるかな、どうかな、リコールの時に交換しやすい時があって、一緒に交換すると部品代だけっていう時があったんで、それで多分みんな交換してるかなと思うんですけど、結構リコール多いです、ね、10年も、ね、この車経ってるのにリコール、あ、そんなにあるんだっていうぐらい、10年以上経ってるのにね、新車販売のね、まあ、ある意味ちゃんとリコールして偉いとも言えるんですけどね、そこはよくわかりません。意外にリコールが多くて、そのついでになんかやってもらうっていうことも多いんで、中古買うときはね、そういうの全部やってあるかっていうのを確認と、あと10万キロ超えてる場合は、ベルト周りの、ね、オルタネーターとかそこら辺のベルト周りの、それで駆動してる燃料ポンプとか、なんだっけ、エアコンのコンプレッサーとかオルタネーターとかがみんな交換されてるか、交換されてるのがあったらラッキーですね。で一番ね、致命的なリコールはあれでした、排気ガス漏れ、駅マニから排気ガスが漏れるという割れてしまってですね、それが一番きつかったですね。外気にすると中が排気ガス臭い、しかもクリーンにされてない排気ガス臭いということでひどい状態になりましたが、それが、リコールされてない車を買ってしまうと最悪なので注意してほしいなというふうに思います。まあでもそんな感じで、でもねこの音聞いてください、めちゃめちゃ滑らかでいい音なんですよ。外はもちろんガラガラ音するんですけど、なんか昔でいうディーゼルっぽい音っていうのはね、ほんと全然しなくって、ちゃんとこう吸音されて防音されて気持ちよく運転できるようにしつらえてあるなっていうのがデリカの特徴です。でトヨタの車にね、よくありがちな、ハイブリッドの車にもよくありがちな、なんかエンジンの機械音、なんかうわーみたいな、アクセル踏むと音がする音、あれがねないんですよ、ほとんどない、吸気と排気の音、この気持ちよさっていうのはね、この17万キロ18万キロ走ってもしっかりあります。でガラガラ音もひどくなってこない、こんな形で、長くね乗れる車だと思う。でボディ剛性も高いから、足回りもねダンパーとか下手ってきてて、前だったらね
プリウスの時も18万キロぐらい乗ったんですけど、ダンパー12万キロぐらい取り替えましたね。ダンパーブッシュは12万キロぐらい取り替えたんだけど、デリカだとまあいいかなと。ちょっとこうハンドルがねフラフラする感じはあるんだけど、うん、まあいいかなっていうこともありますし、だからね意外にお金かかんないですね。うん、ちなみにこのプーリーとかその辺は交換した時に20何万かかったんですけど、そこだけ、注意していただいて、出先で止まらないことが重要だと思うんで、長く乗っててそうか、その周りやってないなって思う方はですね、ぜひ、ディーラーとかに聞いてみてくださいということで、うん、今回、本日車検が終わりましてですね、3回目の車検を無事、乗り越えて、オイル関係全部交換して ATF も交換して、ちょっと滑らかでいい気持ちで、お家に帰る途中にお話ししたデリカのメンテ、長く乗ってるデリカのメンテってどんなやつっていうような題名かな、うん、そんな感じで、バーモログフィールドチャンネルデリカのお話でございました。普段はですねキャンピングトレーラーの、旅の動画を中心にですね、温泉のレビューとか、私ちょっと畑もやってるんで畑の話とかそんなことをしながら、メンバーシップの方では、ちょっと表に言えないような愚痴とかですね、あと、愚痴じゃねえかな、うん、情報とか、あとリアルタイム動画といってですね、今日はこんなところにいますと、こういういい遊び場がありますとか、こういういいフィールドがありますとか、そういった話、旅動画を出す前のですね、動画をなるべくその日にアップするというリアルタイム動画、メンバーシップの方でやっておりますので、ぜひ応援していただける方は、特別講義動画枠というのをね覗いていただけると、元のねちょっと前に載せてある動画は結構面白いのもありますので、1ヶ月入って、つまんなかったらやめるみたいなのがおすすめでございます。はい、ということで、デリカのお話でございました。まだまだ乗りますよ。目指せ30万じゃ足んねえな、うん、やっぱねもうここから雑談だけど、欲しい車ないんですよ。だから子供3人いてさ、キャンピングトレーラー引っ張ってるでしょ。でランクルとか買えないじゃん、金があっても買えないじゃんあの車。そんなめんどくさい車いらないし、うん、そもそもねボンネットがありすぎてもちょその分席広くしてくんないって思っちゃうんで、もう子供とかいるからね。だから子供がもう本当にもう巣立つまではデリカかということで、今本当に欲しい車がない状態で、デリカを楽しく乗っております。能登地震でね、輪島で被災して、その次の日の朝から荒れ果てた道を難なく走ってこれたのもデリカで旅をしていたおかげなのでね、やっぱり車で旅が好きな方は SUV とか、こういうねハイエースもいいんだけど、やっぱり走行性能の高い車がおすすめですということも付け加えておいて、今日はこのくらいにしたいと思います。バーモログフィールドチャンネルのバーモでございました。ではまた、バイバイ。涼しくなるぞ、秋はねキャンプシーズンだ、ね。